それではいきます。それが大事。何が大事か。やっぱり人です。この国で一番大切なものは間違いなく人です。日本には石油も出ません、天然ガスも出ません。あるのは真面目に勤勉に働くたくさんの人です。この人を生かしてこそ日本は発展成長できるのに、この30年人を大切にすること、人を大事にすることを忘れてしまった30年だったと思います。現に1996年ここをピークに日本の実質賃金指数は下がり続けています。でもこんなに真面目で勤勉に働く人がたくさんいるのに、日本だけ、世界で本当に日本だけ四半世紀にわたって実質賃金が下がり続けている。これは真面目に働く国民の皆さんが悪いのではなくて、この間取ってきた政策、とりわけ経済政策が間違っているからです。どこが間違っているのか。まさにそれは一番この国で大事な人に投資をすることをおろそかにしてきたからです。例えば教育や科学技術、イノベーション大事だとみんな言います。でもこの20年間、例えば中国が科学技術予算を 23.4 倍にしているのに対して、韓国は 4.7 倍、アメリカは 2.6 倍です。でも日本は20年間で科学技術予算は 0.9 倍、実は増やすどころか1割も減らしているんです。これでは新しい発明はイノベーション起きません。実際に日本の国際競争力ランキング、1989年から4年連続1位でした。でもそれは今や世界で34位、そして1人当たりの GDP もそれに合わせるように低下をして、今世界で26番目、シンガポールや香港より下、韓国に負けて、そして台湾にも負けるような勢いです。このままでは日本はどん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 二流国どころか三流国に転落していってしまいます。私はそれを見るのが悔しい。なんとかこれを変えたいと思います。じゃあどう変えるのか。そのためにはこの国で一番大事なものをもう一度大事にし直すことだと思います。つまり人への投資を倍増すること、教育や科学技術、人への投資を惜しみなく行うことだと思っています。そのために私たちは教育国債という新しい国債を発行して、速やかに教育や科学技術予算を倍にします。これをやらない限り日本の基礎体力、本当の成長力は高まりません。よく言われる反論が、人作りや技術の新しい開発には時間がかかる、今やっても無駄だよ、こういうことも言われます。でも時間がかかるからこそ今すぐやらないと間に合わないんですね。教育国債はまるで、これまでは橋や道路には建設国債という国債を発行していろんな公共事業をやってきました。でもこれから大切な投資は、橋や道路ももちろん大事ですが、一番大切なのはやっぱり人への投資、人的資本が形成され、そして人の知恵や工夫が新しいサービスや付加価値を生んでいく時代になっていますから、昔は建設国債、でもこれからは教育国債発行して人を育てる、そして新しい成長の芽を植えることが重要だと思っています。子供が生まれ立派な納税者になれば税収も増えます。科学技術に投資すれば経済が豊かになって税収も増えます。ですから国債を発行することは心配ありません。むしろ今必要な未来への投資が行われなくて、過小投資に、未来への過小投資が起こっていることが日本の最大の問題です。もう一回言います。この国で一番大事なものは人です。その人への投資を倍増させる、そのために私たちは教育国債、国民民主党は教育国債の発行を提案しています。そして今直近では物価の高騰で生活が非常に苦しくなっています。ですから私たちはこの経済が良くなっている最初の人転がしを作るために、この需要不足を補う物価高騰に対応するために10万円の一律給付、インフレ手当を給付します。合わせて高くなっている、さらに高くなっているガソリンの価格を引き下げるために、今行っている補助に加えてガソリンの減税、トリガーの発動によるガソリン減税と時限的な消費税の減税で徹底的に家計を支援していきます。そのことによって足りない需要を補うどころか、さらにですね、需要を活性化して供給を上回る需要を作って、経済の少し過熱した状況を作り出して旺盛な消費や投資をしっかりと生み出す、導く、そんな政策を行い、
好循環の最初の一転がしを作っていきたいと思います。こうした短期的な政策と、そして一番大切な人への投資、これを組み合わせることによって給料が上がる経済を行動したいと思います。四半世紀にわたって続いたこの給料の下落傾向を止めて反転させる、上に向かせていくのが私たち国民民主党の給料が上がる経済の実現です。ぜひこれを、夢を諦めずにしっかりと前を向いて政策を進めていきたいと思います。政治は将来の夢や希望を作るのが本質的な仕事だと思っています。頑張る人が報われる、特に若い人が未来に向かって歩んでいくことのできる、そんな社会、経済、国を作るために頑張っていきますので、よろしくお願いします。